The untitled cover girl we came from 2025.
かすごかったね。そうだったね。ありがとうございます。はい、ということで蔦屋オーケストラにお越しの皆さん、こんにちは。私たち2025年から来た君色アイドルカバーガールズです。よろしくお願いします。ありがとう。ということで早速ね、自己紹介の方に行こうかなと思うんだけど、今日からねちょっと変わったのだから、ちょっと見ててほしいなと思います。はい、から、はい、じゃあ行きます。カバーガールズ青色担当、21歳総合演出のなちこと横山なつみです。よろしくお願いします。カバーガールズの1期生、2代目と初代の副キャプテン、フューチンこと木村愛香です。恋ミンク担当、よろしくお願いします。はい、カバーガで副キャプテンで、オレンジ担当でセブンティーンのリーダーです。よろしくお願いします。ひーちゃんことみやがいとみです。よろしくお願いします。はい、カバーガールズ白色担当、神奈川県出身の坂東遥です。よろしくお願いします。はい、カバーガールズ最年長24歳水色担当、おでおかずにしなりょうです。よろしくお願いします。はい、カバーガの薄紫担当、20歳の神木こと神木みやです。よろしくお願いします。はい、カバーガールズ3期生緑色担当、自他ともにも認めるポンコツです。ネギちゃんことネギ姉妹です。よろしくお願いします。はい、カバーガールズ赤色担当、大学2年生19歳の立花美里香です。復帰キャプテンしてます。よろしくお願いします。どうも、大学1年生19歳、なんで笑うの19歳カバーガールズキャプテンのお花畑の妖精とマイマイことを松川舞です。よろしくお願いします。お花畑の妖精さんですか。まだ続けるこれ。夏海拾って、そこはさらっと行こうとしたね。さらっと行こうとした。はい、ということで、今日は10人になって初めてのテイク公演です。そう、でかいのがいなくなったね。思うんだけど、若くなったよね。そう、こうやって番号言ってくの、1、2、3、4って。すごいね、タマがいなくなってちょっとちっちゃくなるしね、みんな、ね、身長がね、身長ちっちゃく、横もちっちゃくなった。確かに確かに。ひどみどうしたの。ひどみ、なんもないよ。なんかユリアが、なんか目立つよ、ヒーター目立つよとか言って、エコイラいなくなったからヒーター目立つよとか言って横から言ってくるんだけど。え、みんな目立ってます。ほら、やめろよ、聞こえなかったことにしてるんだからさ。これから痩せようね。痩せるって見られないよね。みんな反省する。え、僕言ったけど、言ったから人にマジで痩せろって言われたら痩せないからね。はいはい、宣言。ほんとほんと。まあそんな感じで、ちょっとよ、サーティース公演。そう、はい、ということで13個目に入りました。はい、大丈夫だ、キャプテン。オッケー、進めて。はい、わかりました。まあ、キャプテンも変わっての、定期公演がね、しっかりと始まるわけですから、はい、頑張っていきたいなと思います。そうね。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。はい、あとね、今日は、新曲のお披露目もあったりするので、そうなんです。まあ、これもね、気になると思いますが、はい、新曲からね、しっかりとお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあみんなね、次の曲いきましょう。はい、早速いきましょう。で、みんなで声出していきましょう。ね、久しぶりだね、なんか久しぶりなんだよ。体力持つかな。ね、確かに。はい、ということで、それでは次の曲聴いてください。どうぞ。We'll be right back.
Bye.
新曲の披露でございます。はい、はい、ね、はい、次の曲はちょっとさ、汗かきすぎてさ、汗が飛び散りそうだよ。次の、確かに、そう、次の曲です。汗やばそう、ごめんね、飛んだら。ごめんね。そう、でもこの曲は遠ざからないで。実は、ちょっと実は、あの、あれなんですよ、あの、結構前に出来上がってた曲。そうなんです。実は、実はね、関ヶ原決戦当初ぐらいに完成してた曲なんですよ。うん、そう、だから嫌い格好はその時に入るはずだったんです。そうなんです。本当はこの曲の方が先に出来上がってたんですよ。そうなんです。へぇ、なんでさ、この曲が後になったの。なんかとてもね、うん、レコーディングして、うん、そう、なんか出来が良かった、うん、なんで12言うのしかも出来が良かった。そんなこと言っていいの、今から披露するの。いやいや、全然嫌い格好する方がめっちゃいい。これレコーディングするのすごい時間かかってたよね。深夜とかまでやった。なんかおりょうちゃん泣きながら撮ったって言われた。おりょうちゃん泣いたんでしょ。来ました、初めてレコーディングで泣いためっちゃボロカスにね言われたんだよね。ボロカスに言われて、そんなんじゃねえよ、歌い方違えよね。そんなの歌じゃねえよ、歌じゃねえよ。そんなの歌じゃない。今まで何やってた。全然気持ち入ってないから入れ直して歌ったから。でも、あの、最終的にいいものになったね。そうなんです。そう、こんな曲なんで、やっとここでお風呂ができた感じでございます。はい、ということで、いきますか。息整ったね。ということで、はい、はい、それでは、いきたいと思います。聴いてください、本能の変。Thank you.
ってきましたけれども、ナフリカは2回目だよね、今日でね。そうなんですよ、2回目なんですよ。でね、そう、うん、今日やるっていうのは結構直前に決まってるんですよ。昨日、おとといぐらいにやろっかみたいな感じで、もしってなって昨日めっちゃ練習したんだよ、そしたらなんかギターに血がついてて、よく聞くやつだ、プロのやつで、と思ったらここから血が出てて、そう、だから絆創膏してるからやりづらいって言ったの。あ、もうついてる。ちょっとね、消しきれてないから、ね、見ないで。やだ、ちゃんとね、拭かなきゃいけないんだけど。代わりに前がやろうか。いや、いいです血ついたらやめた方がいいんじゃないかなって。いいです、いいです、大丈夫です。そう、このくらいでも練習したんだね。すごい、すごい、こんな感じがありました。はい、でもね、まだまだね、頑張ろうと思います。よかったよね、ギター。どうでしたか、皆さん。ほら、ありがとう。すごい、超嬉しい、ありがとうございます。よかった、よかった、はい、そして、あれ、そういえば本能の部屋、本能の部屋披露したじゃん。いや、そういえばだね。横山の曲でしょ。そうだ、そうだ、ね、あれも、なんかもう終わった瞬間、ウォーみたいな感じだったじゃん、みんな。どうでした、本能の部屋。どうでしたか、本能の部屋。さっきよりもまむらに起きる感じがリアルだね。これからだから、1回目だから初披露はこんなものなんです。確かにまだちゃんと聞けてないかなって思うから、ね、初めて聞いた方もいると思うんですよ、この前。そう、ラグタイムでしか流れてないからね。だから、まあ、これからどんどん聴いていってほしいなと思いますね。動画にはないロックな感じで、黙って静かにして、やばいよ。はい、そんな感じでね、カバーガールズ、今日は定期公演だったんですけど、はい、なんと明日からライブがね、まだまだ続きます。そうです。はい、明日は池袋シアターイエスにてアメバフレッシュ、はい、はい、明後日もあるの。そう、七番勝負みたいな感じで、そう、初めてやるね、それは、ね、そう、ゲストさんが来てくださって、はい、はい、やりますので、はい、そしてあと27日の水曜日がですね、なんか情報解禁になったみたいで、はい、渋谷クアトロにて台湾ライブに出演することが決まりました。初めてです、クアトロ。アイドル甲子園で今回出演させていただきますので、はい、はい、ぜひクアトロ近くだよね、はい、ぜひぜひ来てください。はい、で28も情報解禁前ってなってるから、まあ、解禁されたらなんか入ります。はい、29もあるな。29もあるみたいな。祝日もある、金曜日。そう、はい、そしたらゴールデンウィークでしょ。そう、よせーなんでね、やっぱ頑張っていきたいですね。リリースまであと1ヶ月ですか。そうなの、いっという間、はい、早いな、というか、ね、頑張って頑張りましょう、いきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこの後は特典会、そして終わってからは握手会がね、神田でもありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日は本当にありがとうございました。以上、カバーガールズでした。バイバーイ。I'm gonna go get some more.